Video Diary November the 18th, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Video 日誌2017年11月18日。皆さん、おはようございます。今日は良識について考えてみたいと思います。英語では Good Sense of Intelligence というのでしょうか。翻訳してみました。まあ常識というのは一方にあるわけですけども、常識ほどまた当てにならないものもないわけですよね。ですからまあ良識というふうにまあタイトルをつけました。もっとわかりやすく言えば、素直な心でものを見る、ものを考える、そしてその中から理論を引き出していくということですね。例えば今ツタンカーメン王のですね、家族の、像ですね、皆さんにご覧いただいてますけども、これは誰が見てもですね、まあ人間の体とは言い難いのではないでしょうか。逆に言いますとね、例えばそこにまあ悪変な点なら悪変な点がいるわけですけども、王ですよね、ツタンカーメンのお父さんって言われてますけども、その王がそこにいて、このような像を作ったら、ディフォルメ化してですよ、茶化してですよ、面白半分でこのような像を作ったとしたら、まあ当時の世相を考えるまでもなく、大変な罰を受けるのではないでしょうか。言い換えると、こうした像を作るということ自体が許されないことですよね。例えば、どこかの彫刻家がですね、あなたの姿を見て右のような像を作ったとすると、細長い顔に、まあこのような体ですね、胸が女性のように大きくて、まあこのような像を作ったとすると、しかもこの人は王、金、男なんですよね。あなたなら怒ると思いませんか。私なら怒りますよ。こんな像を作ってなんだ、こんな像を作ってお前知れたと思わないかと怒ると思いますよね。ところが、こうした像が一つや二つではない、共通点を持って壁画にも描かれているということになりますと、ね、もうお分かりですね。これがキング・トゥット、つまりツタンカーメン王の父親ということになるわけです。またそのこの姿は父親の実像に近いといいますか、実像そのものであるということになるのではないでしょうか。それが私が言う、冒頭で言いました良識ということになるわけです。で、今右の方にそうした壁画をですね、紹介してますけども、基本的には同じ形なんですよね。まあ奇妙な、今丸で囲んだところですけども、右の方はお腹がですね、タランと垂れ下がってますよね。それから、まあ、上から見れば細長い首、細い腕、そして足もおかしいですよね。まあ、歩行補助装置のようなものをつけていると私はそのように判断しました。まあツタンカーメンはね、何かの病気になってね、子供の時から歩けなかったんだというのは一般化してますけども、病気になってではなくて、そもそも地上をですね、この重力に逆らって歩けるような体ではなかったというふうに考える方が、私は良識だと思うんですよ。まあともかくもですね、今皆さんに分かっていただきたいことはですね、こうした、まあ、姿を見てですね、まあ人間ではないとは言い切れませんけどもね、私も似たような体をしてますから、何とも言えませんけども、まあ、下の右、左下のね、ネフリティディかだと思うんですけども、まあ、こういう頭をで描かれているわけ、表現されているわけですよね。で、これについても同じことが言えるわけですよね。まあ、ネフリティディ、つまり、まあ、異母姉妹ってことになりますかね、異母の妹ってことになるわけですけども、もしですよ、ね、あなたが女性で、あなたの像を誰かが作ったと、
その時にこのような像、髪の毛のないね、後頭部に横長にね、長い、特に長い頭の像を作ったとしたら、あなたはどのような感情を持つかということですよね。あなたが人間ならばですね、ふざけるんじゃないよって言って怒るかもしれませんよね。がしかしこのような像がたくさん残っているということはですね、やはりそれが事実だったということになっていくわけです。それが言う、まあ私が言う素直な目、素直な考え方、そしてその中からまあいくつかの、ね、理論を引き出していくということですよね。それが私がここで言う良識ということになるわけです。つまりこうしたその良識というのがですね、今のその現在の人間中心のですね、いわゆるまあ歴史観の中には欠けているのではないのかなと思いますね。つまりそこに良識で考えておかしいなと思ってもですね、そのおかしいなという部分をまあ押し殺してしまうというかね、そういう部分があるのではないのかなというふうに考えています。そのまあ確かに考古学者の先生たちや、まあ、美術研究所の先生たちは嘘は言いませんよね。確かにあえて、しかし本当のことも言わない。もっと言うと良識で考えたその判断というものをですね、押し殺してしまっているじゃないのかなというふうに考えています。例えばここに今ペルセポルスだと思いますけども、こうしたそのレリーフが残ってるわけですけども、まあ、ここの頭の後ろにね、王権リングのリボンをつけてる。そしてまああのあるわけですけどもね、この王権リングのリボンっていうのは、まあ、やステガでも見つかってますし、まあ、リングはあってもリボンそのものはありませんけども、日本のいわゆる、まあ、井戸尻の考古館にも残ってるわけですよね。でこの例えば、まあ、いろんなこと言えるわけですけども、今ちょうど矢印で示したところがその足なんですけども、足の先が丸いんですよね。でこういうのを見たときにですね、まあ私は当初ですね、これはあの折れてるんじゃないかなと思ったんですけども、折れてるんじゃないですね、丸く成形してあります。でこういうのを見たときにね、その素直な心というのは素直な心なんですよ。やっぱりおかしいなと思うわけですよね。じゃあなぜこんな足をしているのか、しかもですね、そこに描かれている人物像がですね、馬よりも大きく表現されているわけです。でそれに対して、まあ、王だからね、神だからね、まあ、大きく誇張して大きくしたんだとか、あるいは逆に今からね、2000年以上の前後、3000年ですよね、馬の馬は小さかったんだというようなことも、まあ、逆に反論しようと思えばできなくはないんだけども、2000年、3000年でね、はい、ということになるわけですけども、馬はそこまで進化するだろうかという部分もありますけども、まあ、そうしたことを議論し合いますとね、まさに重箱の底をほじくり返すような議論になりますから、私はあえてそういった問題には触れないできました。というのは、まあ、もしそういうことを言いますとね、もう即座に反論がパン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 と並びますからね、まあいいんですけども、煩わしいんですね、要するにね、はっきり言えば。ですからまあ触れないようにしてるわけですけども、まあ、良識としてはいわゆる人間が言うところの足ですよね、かかととかその先の部分がないということですよね。脚の部分があるんだけども、その脚の部分は丸くなっていると。でそれが、まあ、事実なんですよね。でその事実をおかしいと思うわけですけども、おかしいという気持ちを抑え込んでしまうというところに、こうなんて言いますかね、良識をですね、積み風呂敷で包んでゴミ箱へ捨ててしまうようなことをするわけです。そして、まあ、自分たちに都合の良い、まあ、つまりですね、リアリティにその合わせるためにねじ込んで、そしてひん曲げて、そして、まあ、歴史というものを捏造していくということにつながっていくのではないでしょうか。ということなんですね。で、まあ、ツタンカーメン王家族についてはね、レントゲン写真なんかも発表されてますけども、やっぱりおかしいものはおかしいんですよね。そこで思考が停止すると言いますか、まあ、そんなはずはないんだ、まあ、もしそんなこと言えばですね、今まで延々面々とその作り上げてきた考古学の歴史、あるいは美術史の歴史がひっくり返ってしまうと、そのひっくり返るという部分で自己否定につながりますからね。
なかなかそれは認めないんでしょうね。認められないんでしょうね。ですからそこでまあ都合の悪いものには蓋をしてしまうと。そして相も変わらず既存の説に従った説に基づいてああだのこうだのって議論し、そして謎だ不思議だで終わるわけです。そんなことをしていたのではいつまでたっても前に進めないということですね。でもう一度そのアクヘナテンの像を見ていただいてますけども、胸が大きくて大変女性っぽいということです。そして顔立ちからして、まあ、このように長い顔の人っていうのはいないわけではないんでしょうけどもね、日本人には大変珍しいんじゃないか、わかりませんけどもね。しかしその腰から下を見るとちょうどその弾根部がついているところがのっぺらぼうな感じでついてないんですよね。ここまで精緻に写実的に作りながら、まあなんていうかどこか不自然なんですよね。がしかし先ほど冒頭で言いましたように、もしまあこのような顔でない王がいたとして、で彫刻家がこのような顔像姿を持った王をですね彫刻で表現したら、その王は怒りますよね。ブレモノめってブレモノめってね、なんだこの像はって、化け物じゃないか、化け物ってことは扱っちゃいけませんがね、というとこまで怒るかもしれませんよ。しかしまあそう表現してもいいような、まあ人間にはない顔だということです。ですからまああのその人間ではないんだというところから考え始めれば、キング、まあ、スタンカーメン王のですね、謎も解けるということです。つまりそこに私が言うですね、良識というものが入り込んでくるということになるのではないでしょうか。まあ、今あのツタンカーメンの家族のね映像を見ていただいてますけども、ツタンカーメンのお母さんは亡くなってしまうんですよね。それで、お父さんのアクエナテンの兄弟の別の、まあ、妹か姉かそれは分かりませんけどもと結婚した形にして、その間から生まれたのがネフェルティティということになるわけです。でまあそういう兄弟関係です。これがまあその像なんですけど、一番右のがお父さん、その次がお母さんですよね。そしてその左にいるのがキングツタンカーメンですね。ネフェルティティ、ごめんなさい、これはね、お母さんがネフェルティですね。で、スターカーメンで、そしてあの4番目に妹のがこう並ぶわけです。まあ、こういうその系図にあるわけですけどもね。はい、でこの像をどう捉えるかですよね。で私はまあ素直な心で見れば人間ではないというふうに思うわけですよね。そして体つきもどうも人間っぽくないと、胸が大きくて、それでいて男性であって、それでいてまあついているものがないですよね。ですからやっぱりおかしいなと思うのが普通ではないでしょうかね。この腰つきですよね。腰つきというか腰の表現の仕方ですよね。はい、まあこうしたその検証でですね、まあ、体つきなどについてね、あのあれこれ言うというのはタブーになっていますのでね、まあそれはそうだと思います。まあはい、で右の方ですね、今ね、本来ここまで精緻に作ってあるならば、この辺りにこう、キングですからね、膨らみのようなものがあってもおかしくないんじゃないかということで、クエスチョンマークをつけてみましたが、まあ、それもなんとも言えませんけどもね、はい、その辺りからこう良識を働かせていくということになります。まあ、今日のはちょっとね、ビデオでありちょっと重い感じがします、重いということは言いにくいところがあって、重い感じがしますけども、まあ、そういったその視点ですよね。で、あとはですね、私たちが自分で考えて前に進んでいくということですね。話はずっと変わりますけども、例えばルネサンスの絵画にしても彫刻にしてもですね、まあ特にダ・ヴィンチ、ミケランジェロ関係の作品についてはですね、いろいろと言われてるんですけども、その本人自身は
これは何々像である、この世は何々の神の絵であるというようなことは説明してないんですよね、あれね。まあ、説明できなかったと思うんですよ。というのは、まあ、それを作ったと言われている、書いたと言われているダヴィンチにしてもミケランジェロにしてもですよ、自分で何を作ったり書いたりしているということは聞かされていなかったんじゃないかと思いますね。じゃあ例えばこれはイエスの絵だとかなとかって言いますけども、それは後世の学者や歴史学者や美術研究家の先生たちがですね、勝手に判断してそのように解釈して名前を付けただけということになるわけです。まあ、例えば先般検証していましたけれども、ピカソのゲルニカにしてもですね、あれはゲルニカのね、惨状をね、いわゆる、まあ、描いたものだというふうに言われてますけれども、私の解釈って言いますか、私が検証し調べた範囲の中では全く違ったものですね。あれはその戦争の惨状を描いたものではなくて、神の世界を描いたものであるというのが、私林博士の判断であり検証なんですよね。まあ、その動画はこの後につなげておきますけれども、まあ、しかしゲルニカという、まあ、いわゆる戦場の惨状を描いたもの、描いた絵であるということになっているわけです。でピカソ自身も面白いことを言ってるんですよね。解釈はそれぞれの皆さんに任せますと、私にもわからないというようなことをもう堂々と書いて書き残しているわけです。つまりピカソ自身も自分が何を描かされているか、これは 何なのかということを知らないまま描いたということになるのではないでしょうか。つまり操り人形説を支える傍証がそんなところにもあるということですよね。つまりそういう目で眺めていくということです。がこれに対してね、林博士の説は危険であるとかね、いわゆるもなんて言いますか、思い込みが激しいとかいろいろ言われますけども、まず後の判断はですね、私は私の検証をして、そして私の判断を付け加えておくわけですよね。それはなんて言いますか、前にも言いましたけども、サッカーでゴールを決めるときの判断に似ているのではないのかなと思いますよね。それは基本通りにやれば、まあ、ドリブルしてね、フォワードがボールを前に進めるわけですけども、最後の一瞬の判断というのはその選手の、まあ、判断なんですよね。そして思い切ってボールを蹴り込むわけです。そしてゴールになったり、まあ、外れたりするわけですけども、その最後のもういわゆる、まあ、よしまだっていう感じでゴールを決め込む時の判断っていうのは、それは私の場合もありますし、しかしそれを妄想だとかね、デタラメだとかインチキだというふうに決めてかかられるのはどうかなという思うわけですよね。というのはその部分がないと前に進めないわけですよね。ということで、まあ今日は、まあ私のですね、いわゆる、まあこうした検証における良識論というものを少し理解していただきたいと思いましたので、それについて考えてみました。つまりですね、もう少し心を開いて、おかしいものはおかしいと思う、そして変だぞと思うところは変に思うわけですね。例えばですよ、もう一つ最後にもう一つ付け加えますとね、例えば全世界に残る壁画といいますか、実際には天井画が多いわけですけどもね、まあ、立った程度のことではなかなか手が届かない高さの天井画というのも多いわけですよ。まあ、そうした天井画を見るとですね、動物たちは極めて、まあ、写真のように正確に描いてあるわけです。しかしそこに描いてある、例えばタシル・ナジェールの壁画にしてもですね、そこに描いてある人物、まあ、はっきり言えばエイリアンですけども、エイリアン像というのは、まあ、像を見ても人間らしからぬ顔、表情、姿をしているわけですよね。ここは大きな矛盾なんですよね。動物たちはですね、まあ、極めて写実的に写真のように正確に描いてある。しかし同時にそこに描いてある人物らしきものは、どれを見ても、まあ、ディフォルメ化してあると言いますか、抽象化してあると言いますか、どう見てもはっきり言えば人間らしからぬ様子をしているわけです。となるとここで矛盾してくるわけです。どうして動物はそれだけ写実的に描いてですよ、人間はそうではないかということになるわけですけども、それを人間だと決め込んでしまうところが、先ほど言いましたように封じ込めということになるわけです。やはり素直な目で見て、全体を見ればですよ、全体を見れば、あ、これはエイリアンだということになるのではないでしょうか。まあ、さらにもう一言付けさせていただくとですね、
あ、そうしたその絵がですね、風雨にさらされながら、長いのになりますと4万年以上も今にその絵が残っているということにが不思議なんですよね。例えば皆さんの家でペンキで壁に絵を描いてみてください。まあ20年30年は持つかもしれませんけどもね、それ以上の保証はないと思いますよ。しかも全世界で見られる手形、ハンドプリントにしてもですね、みんな同じ描き方なんです。まず下地を塗っておいて、その上に手を当てて、上から霧吹きのようなものでバーッと吹っかけて作ってあるわけです。その霧の吹き方も均一なんですよね。まるで本当に、優れたスプレーで上から描いたように均一なんですよね。まあ、そうしたことも考えて、やはりこう私たちはもう少し素直な目で自分の心の、ね、中にある、まあ、インテリジェンスな目でですね、素直な目で見て、そしてその素直な心で判断して、おかしいものはおかしいという視点から立ち上がってですよ、そして謎を解いていくということが重要じゃないのかなと思いますよね。つまり私自身はそういう目で、そういう視点で常に謎を解いていますし、解いてきたし、これからもそういう目で解いていきたいなと思いますね。そうしますと、それまで見えなかったものがスーッと見えてくるということになるのではないでしょうか。言い換えると、私たちのものを見る目、特に歴史を見る目というのは、まあ、はっきり言えば、ひん曲がってますよね。それは、既存の説に、まあ、なんて言いますか、固執すると言いますか、そんなはずはないだろう、そんなはずはないだろうということで、まあ、否定していくわけです。そして、まあ、言うにこと書いてですね、林浩司は頭おかしいんだっていうところまで話を持っていかないと、自分たちが納得できないと言いますかね。立場がないと言いますか、あるいは自己否定の世界に陥ってしまいますからね、まあ、そういったことをしてるんじゃないのかななんてね、私は勝手に思いますが、まあ、いかがなものでしょうか。後の判断は皆さんにお任せしたいと思います。今日は、まあ、良識、A good sense of intelligence について話してみました。何かの参考になれば嬉しいです。Bye for now. Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited at the Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして、繰り返します、その爆撃を題材にして書かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか
知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林浜松シティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林浩司方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、まあ、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角。そしてその上の膨らんだ部分。そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。
馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠はこの人物の左の手の甲を見ていただくとわかります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらに、ここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラ・システィーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュタール。そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰
なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなく、セント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家ルカ・シノレッリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり右下に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになります。で、最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私林博士は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますが、これは騙し絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で、結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。もう一度皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス、処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形は、これは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。そのトーチ、シンボリックなトーチを持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーのトーチと一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうか。Bye for now.